今回は、魔法科高校の劣等生、17、諸族会議編、上官、を紹介します。婚約を発表した達也とみゆき、それを阻止せ戦とする一条家は、サっさる明とみゆきの婚約を申し込み、司さなみゆきが次期四つ化け党首となることが、軽春会にて決定され、 同時に達也とみゆきの婚約が公表されたすぐさまその婚約について一条家より異議が申し立てられるみゆきへマッサルアキラとの婚約を申し込んだのだ一方魔法科高校達也とみゆきに血のつながりはないという建前が公表されほのかは大きなショックを受ける三木ひいにしへとみずきは達也たちとギクシャクしてしまうなど 衝撃が走っていたそれはいつしか三ゆと達也を敬遠する空気となりそんな中世界中の魔法師が注目する獣子族選定会議が開会される厳粛な競技の結果獣子族は再び決定されたその刹那謎の爆発が会場を襲う魔法師による自爆テロこの卑劣な作戦を企てたのはあの賢人だった同じ頃 米軍最強の魔法士部隊も動き出しており。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。